皆さん、こんにちは。今回は、日本で一番西にあるバス停を紹介します。しかし、この最西端バス停、いろいろ残念なバス停だったのです。まず、最南と下端について、簡単におさらいしておく。鉄道駅だと JR の最北端は、稚内。最東端は東根室。最西端は佐世保。最南端は西大山とされ、私鉄を含めると、沖縄都市モノレールの那覇空港や、松浦鉄道の旅ら平戸口などが、その名前に上がる。バスは、そのような区別はないので最北端から紹介する。最北端のバス停は、その名の通り、宗谷バス、宇野宗谷岬バス停。最東端、根室交通、野崎岬バス停。最南端、西表島交通の豊原バス停。そして今回の目玉である最西端は、日本最西端の島でも、知られる、沖縄県八重山郡与那国町にある、与那国生活路線バスの、くぶら、バス停。なのだが、ここからはくぶらバス停の残念ポイントを紹介する。くぶらバス停、画像を見ての通り学校の掲示板みたいなバス停の作りをしている。これが最西端かよ、と笑われても仕方なさそうな作りだ。そして残念なポイントは日本最西端のバス停でありながら、実は日本最西端ではないということだ。西表島交通の白浜バス停。堂々とバス停に書いてある通り、本当の日本最西端はここである。最西端は間違いではないのに、一体どういうことなのか？皆さんは、道路運送法という法律をご存知だろうか？簡単に言うと、タクシー、バスや有料道路についての決まりを設けた法律だ。このくぶらバス停を管理する、与那国生活路線バスは道路運送法の決まりによって、一般路線バスとは認められていない。よって、一般路線バスとして認められている西表島交通のバス停が本当の最西端と言われているのだ。詳しく解説すると、与那国生活路線バスは、町が業務委託を最西端観光という会社に依頼している。この会社は主に貸切バスを運転している貸切専用会社であるため、運送法上、一般貸切旅客自動車運送事業に分類される。一方の西表島交通は運賃を徴収し、路線バスとして運営をしている。運送法上の分類は、一般乗り合い旅客自動車運送事業に分類される。これが、一般的な路線バス、と言われるものだ。つまりは、貸切バス会社が運行しているか、路線バス会社が運行しているかの違いで、くぶらバス停は、最西端の冠を白浜に奪われてしまったのだ。さらに残念なことにここまでくぶらが最西端だと言っていたが、それは嘘だ。実は路線バスは以前、与那国交通が運営していた。その時にくぶらバス停は存在していない。彼の前世とも言えるバス停がくぶら郵便局前であり、このバス停が真の最西端だった。これが、残念な日本の真の最西端、くぶら郵便局前バス停である。このプラスチックの蓋が日本の最西端のバス停だった。そして、この与那国交通もこれまた残念な理由で、町の運営に切り替わってる。普通なら、赤字でやっていけねえから、町に委託するぜ、とかそういった理由が考えられるが、与那国交通は違った。あんま金儲けにならねえな。島のバスは、メンテナンス費用とか、抽出できねえよ。車検切れてるけど、まあバレないだろ。すみません、沖縄総合局運輸部の、ものですが、監査に来ました。は？なんですか、このバス。あれ、車検切れてるじゃない、車検切れのバスを運行しているなんて、大問題だし、他にも法令違反ばかり。それは、その、行政処分、事業停止よ、停止。
今ので理解してもらえたと思うが、2005年に道路運送法及び旅客自動車運送事業運輸規則違反で行政処分を受け、それがきっかけで2007年には全業務が停止してしまった。島内のバスが動かないという緊急事態に町が暫定措置として運行を引き継いだ後、2008年よりもともと貸し切りバスやタクシー、レンタカー事業を行っていた最西端観光が町からの委託で運行を開始したのだ。与那国交通がやらかさなければ、久部良も、久部良郵便局前も最西端のバス停だったのに、地味なバス停、元会社は行政処分され、せっかく転生したと思ったら常に最西端は別の場所。残念な最西端の称号はあながち間違いではないだろう。個性的なバス停とも出会える与那国島。皆さんも一度訪れてみてはいかがだろうか。